皆さんこんにちは。フェニックスシーガイリゾートフェニックスゴルフアカデミーの鶴見幸喜です。今回のテーマはトラブルショットです。さまざまな状況からの打ち出し方または考え方をご紹介したいと思います。それでは次のシチュエーション、私セカンドショット打ったんですが、バンカーには入らずなんとか越えたんですけども、松の木真横です。実際には、ピンが背中の方向になりますね。構えるとですからクラブをまともに構えることができません。でこういったシチュエーションになった時にすぐにアンプレアブルを宣言してしまう人がいるんですが、実際にはアンプレアブルというのはワンストロークのペナルティを食います。ですからできる限り最終の判断というふうに考えていただきたいと思います。でまず一番最初、できるだけ挑戦しましょう。距離を稼ぐことができるんであるならば成功であるというふうに考えてください。このシチュエーションですと木からは近いですが、このように私の向きで立つと、実際にはクラブをボールに対して振ることができます。構え方としては怖がらずにこのように、90度、ほとんど遠先がボールに向かっているような感じになりますが、このようにどうでしょう、4メートルぐらいのところにまで行きましたけども、十分このシチュエーションでしたら、この距離でしたらパーを取ることが可能となります。打てそうもないからといってすぐにアンプレアブルを宣言してはいけない。不可能と思えるライからでも技術とアイデアがあればピンに寄せることができる、そう鶴見は言う。今回は鶴見幸喜が諦めずに狙うトラブルショットをレッスン。ピンチをチャンスに変えてみせます。鶴見幸喜、アンプレアブルはもうしない、究極のトラブル脱出術。